それは、空に三千と輝く美しい星のようだった。あるものは吉兆だと喜び、あるものは凶兆だと嘆いた。あの日、一羽のオッペッピーが見たものは何だったのか。そこでは何が起きていたのか。そして、オッペッピーにこれから起こる、恐ろしい出来事とは何なのか。今回は、触れるだけで惑星が崩壊すると言われる、ストレンジ物質について調査してみました。2006年、5月1日、明月期にはこう書かれています。火星のように、非常に明るい脚星が現れる。100年から200年の間に1回程度の頻度で、肉眼で確認できる超新星爆発があります。超新星爆発とは、大質量の恒星などが起こす大規模な爆発のことを言い、星が一生の最後に起こす芸術的な爆発で、太陽の数億倍の明るさとも言われています。その明るさは、1000年前の日本人も目にしたことが記録されています。実際に、現代の技術で確認するとこのように見え、超新星爆発の後に残る星雲上の天体を、超新星残骸と言います。これは、膨張速度が衰えて高温の状態を維持できなくなるまで、数万年程度輝き続けると言われています。超新星爆発が起こる際には、まず恒星が自ら持つ重力に耐えきれなくなり、自己崩壊を起こします。その後、10の48乗から、52乗ジュールとも言われる、わけのわからないエネルギーを伴った超新星爆発が起こります。日本の数字の単位で言えば、極から豪華者になります。その結果、中性子星かブラックホールが残ると言われています。爆発後に残った質量が、太陽の2、3倍程度なら中性子星が残り、それ以上ならばブラックホールになると考えられています。みんな大好きブラックホールといえば、高密度、超重力のために、光さえも脱出することができない天体です。もちろん人間なんかが入ってしまえば、絶対に脱出することはできません。そんなブラックホールよりも怖い物質が、あるんです。それが、ストレンジ物質です。ストレンジ物質とは、他の物質に感染、破壊し、宇宙の起源を明らかにするかもしれない物質と考えられています。ストレンジ物質が存在する場所は、中性子星の中心部。つまり、超新星爆発を起こした恒星が、中性子星になった場合、その星の内部では、ストレンジ物質が生まれている可能性があるというわけです。中性子星は、人間の巻ほどの大きさしかありませんが、その質量は太陽ほどと言われています。とにかく、小さい割にぎっちぎちに密度が高い星というわけです。そんな中性子星では、宇宙の法則が乱れる、状態が起きていると言われています。それは、陽子や中性子を構成する、クォークという粒子の振る舞いが乱れるということです。我々の宇宙の法則において、このクォークは単体では存在できず、常に他のクォークと結合した状態で存在しています。クォークを分離させようと引っ張ったとしても、反発して離れようとしません。では、宇宙の法則が乱れた中性子星の内部では、どんな法則になっているのでしょうか？中性子星の内部では、このクォークが単体となって存在することができます。大前提として法則が乱れているのです。たったそれだけ？そう思いましたよね？実はそうではないようです。そしてこの単体のクォークが、巨大な塊を形成したものを、クォーク物質と呼びます。そして、このクォーク物質で構成された星を、クォーク星と呼びます。クォークが結合した状態で存在するということは、宇宙の法則と合致しているから、結局一緒じゃん。そう思いましたよね？おっしゃる通り、外見的には中性子星と同じに見えるんです。ところがギッチョン、このクォーク星の内部に存在するものこそ、宇宙で最も危険な物質を作る元である、ストレンジクォークです。2002年、4月10日に発表された、NASA の X 線観測衛星、チャンドラによる観測結果によると、一見、普通の中性子星に見えるが、少し違った天体が2つ見つかりました。一方は中性子星にしては小さすぎる。もう一方は温度が低すぎる。ひょっとすると、陽子や中性子を構成する、クォークでできている星、クォーク星かもしれないというものでした。このクォーク星内部の圧力が、何らかの原因で高まった時、クォークは変化し、ストレンジクォークという物質となります。このストレンジクォークに一定の定義はありませんが、ストレンジクォークの最大の特徴は、宇宙で最も危険な物質と言われる、ストレンジ物質を作り出すことにあります。ストレンジ物質の特徴は、完璧な密度、完璧な安定度を持っているため、破壊が不可能という点にあります。そして、最大の特徴は、ストレンジ物質の特徴が感染する、ということにあります。つまり、ストレンジ物質に触れた物質は、すべてストレンジ物質になってしまうのです。しかも、生みの親である中性子星を離れても、存在することが可能と言われています。例えば地球に、ストレンジ物質が降臨してしまった場合、どうなるでしょうか？地球の原子がストレンジ物質に変化し続け、人間を含む地球上すべての物質が、ストレンジ物質の塊に変化してしまいます。では、地球でなく、
太陽にストレンジ物質が降臨した場合どうなるでしょうか。太陽の原子はすべてストレンジ物質に変化してしまい、太陽は恒星ではなくなってしまいます。その結果、太陽光は減少。地球は氷の惑星となり、人類は死滅してしまう可能性があります。幸運なことに、宇宙で最も危険な物質と言われているストレンジ物質ですが、地球や太陽が生まれて何十億年と経ちますが、今のところ、接触はないようです。では、オッペッピーたちが住む星ではどうでしょうか。数万年後。へい、数万年前には、超新星爆発っていうのが肉眼で見れたらしいよ。そうなんだ、綺麗だったんだろうね。でもこれって、何か影響出るもんじゃないのかな。ちょっと見てみよう。宇宙で最も危険な物質、超新星爆発で生じるストレンジ物質とは？これちょっと見てみよっか。それは、空に三千と輝く美しい星のようだった。あるものは吉兆だと喜び、あるものは凶兆だと嘆いた。なに、超新星爆発の後にはストレンジ物質。オッペッピーが住む星は、宇宙の法則が乱れてしまいました。数万年前に起きた超新星爆発によって生じた。ストレンジ物質の飛来により、星そのものが、ストレンジ物質に変化してしまいました。宇宙で最も危険な物質。もしかすると地球にも来るかもしれませんね。それでは皆さん、まったねー。最後までご視聴ありがとうございました。いつか来る人生と星の終わりに備えて、今日一日を大切に生きましょう。